自民党の二階元幹事長と菅前総理大臣らは日本を訪れているベトナムのファム・ミンチン首相と会談し両国間の関係強化を確認しました日日関係には無限の可能性がありますますます盛り上げていきたいと思います 日ベトナム友好議員連盟の会長を務める二階元幹事長と菅前総理らは今朝、都内のホテルでベトナムのファム・ミンチン首相と会談し貿易の促進や観光を含む人的交流の拡大に向け関係強化を確認しました会談では先月からベトナム向けに日本産みかんの輸出が解禁されたことを受け二階氏が謝意を伝え 地元・和歌山県産の雲州みかんを贈呈しました陳首相は岸田政権発足後訪日した初の首脳級の賓客であす首脳会談が行われる予定です。